さんこんばんは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。都内を中心に演奏活動したり、たまにデザインの仕事をさせてもらったりしています。今日は5月23日の土曜日ですね。東京はだいぶなんか穏やかな、気温でしたけども、昨日のこの音声で音楽の先に何を求めるかっていう、お話をさせてもらったんですよね。で、やっぱこのコロナがね、流行して目まぐるしくね、社会の状況が変わっていく中で、やっぱり自分の中の芯みたいな、こう信念みたいなものは一本こう持っておかないと、こうなんだろうな、こうずるずるずるっとその時代の中で流されていっちゃうなっていうふうに思って、そんなね話をさせてもらったんですけど、それと合わせて今後どうしていきたいかなっていうことも、結構考えたりしたんですよね。例えばその、まあ、1年後、まあ、今年だったりとか、その来年の未来もそうなんですけど、5年後10年後とかのちょっと先の未来も、考えた時に、そういう時に自分が何ができるようになってたいかなとか、何してたいかなっていう風な希望は結構考えたりして、まあ本当に簡単なことなんですけども、自分なんか、例えばいずれ、家を買いたいなとか、バイクの免許欲しいなとか、藍染め好きなんで、徳島に住み込んで、あの藍染めの職人さんのとこでこう藍染め学んでみたいなとか、あとなんだろうな、お祭り好きなんで、もういろんなとこのお祭りに行って、でも自分も参加したいなとか、なんか結構ねこう、まあ、考えてると楽しいんですけど、まあその中でやっぱり人生一回きりなんで、まあ世界に行ってね音楽してみたいなっていう希望はやっぱあるんですよね。もちろんその自分はフレッド・ウェズリーっていう、今も70何歳とかのおじいちゃんトロンボーニストがめちゃくちゃ大好きなんですけど、その人と一緒に演奏できる機会ってもう多分10年もないと思ってるんで、なんかね頑張って、こう楽器演奏していかなきゃなっていうふうに思うし、そうだな、その海外のこうクリエーターさんたちとその一緒に何か作ってみたいなとか、コミュニケーション取ってみたいなっていうふうにも思ってるんで、まあこういう状況下でちょっと気分がね落ち込んでしまう時もあるんですけど、やっぱこのままではいけないなっていう気持ちもちょっとあって、でこう未来の自分のね希望に対してちっちゃな挑戦を今ちょこちょこしてってる状況ですね。例えば今こうやって配信してる音声配信も、のライブの MC が上手くなったらいいなとか、もうちょっと伝えることに対して上手い伝え方ができるようになったらいいなっていう風に思って始めたものだったので、あとは最近ブログもちょこちょこ更新してますね。今まで結構放置気味だったんですけど、興味がある人は、覗いてもらえたらなと思います。というわけで、未来の希望を考えてみるとちょっと気分も明るくなるし、今後やりたいこと、やるべきことが見つかるかもしれないよっていうお話でした。ここまで聞いていただいてありがとうございます。大岩和樹の YouTube チャンネルの方では演奏動画もアップしております。よければね覗いていただけたら幸いです。また演奏とか宅録とか、オンラインレッスンの依頼も受け付けております。質問やメッセージなども募集していますので、ぜひ説明欄の連絡先から、これお気軽に連絡いただけたらなと思います。それではトロンボンプレイヤーの大岩和樹がお送りしました。早くね飲み屋さんに行って冷たいビールが飲みたいなって思っている今日この頃でございます。それではまた次回の音声でお会いしましょう。またね。